はい、どうも、こんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかと思います。前回は、被害者の靴の下りをやった後、なんか、証拠不十分じゃないけど、もうちょっとなんか集める必要があるよね、みたいな。あ、違う、なんか写真があったんだよな。なんだっけ。なんか怪しい写真があったわけよ。怪しい写真が、ここにないけどさ。で、なんか、マフラーからなんか出てるね、つって。何なんだろうね、これってなって、一旦休憩挟んだら、いるかな？ああ、そうそう、この人、この人。この警察局長がドーンって来て、実はこんなもの見つけたんだ、っつって、持ってきてくれたみたいなとこだよな、確か。局長、一体あなたは部下にどんな教育をしているのだ？ミツルギ検事。ちょっと、こいつ違えな。そんな重要な手がかりを見落とすなど考えられん。警察の捜査がそんなにずさんでは、検事局がまともな立件など。ちょっと、待ってよ、みつるぎちゃんさ。言い訳なく、待てと言ってるんだよ。あれ、聞こえなかった。ねえ、ほら、書類を見てよ。捜査責任者のとこ。サインしてあるのよ、はっきり。みつるぎ零時って。それは仕方あるまい。事件があった日、私は。賞をもらって浮かれてだとわかるわかるよ。けどさ、責任者君なんだから。後でさ、始末書を頼むね。なんだと。ま、なんとか処理しておくよ。この君のミスをね。嫌われてんのか、ねえ、嫌われてんのかさ、単純にみちるぎはずっと嘘ついてたのかどっちなんだろうな。みちるぎ検事さん、珍しく言葉に詰まっちゃいましたね。まったく、みつるい検事らしくない男子一体でしたな。それでは証拠品を受理します。と、その前に弁護人。はい。一応念のため、コーンナイフの刃を見ておきたいんですが。はあ、刃ですか。いいと思いますけど。私の代わりに一つお願いできますかな。でも、それなら多分、スイッチを押せば。指を切って木槌が叩けなくなったら商売になりません。指を切って人を刺せなくなったら商売にならないんだけどな。もう早く調べてみましょうよ。声調子悪いわ。ごめん。なんか、かすれちゃってる。勝手に動いてるわ、これ。よく見たら。あ、調べていこうか。まあ、怪しいとこはまあパッと見ないよな。まあ、とりあえずじゃあ、これ見てみようぜ。ナイフに小さなタグがついてますね。SL952 番。そう書かれているみたいだ。どういう意味ですか？そうそう。似た響きの言葉を知ってる。DL65 事件。でもなんだか、ん？どうしたの？なんか、どこかで見たような気がするんですよね。このタグの文字とよく似た文字を最近。わかんじゃあれじゃないの？なんか、メモあったよな、メモ。あれじゃないの？ああ。いやー、びっくりさせないでください。びっくりしたのこっちだよ。このナイフの刃でいいのか？いや、刃って呼んできてるけど、刃でいいな、普通に。ナイフの刃、先が欠けてますね。それにこの赤黒いシミ、血かな、やっぱり。折れてますね。飛び出しナイフのデータを法廷記録にファイルした。現場より発見、被告人のマフラーに包まれていた。これじゃないの、これ。ああ、でも、67S、67S。ああ、67S だ。逆からの 67S じゃん。おいおいおい。とにかく事件当日の警察局の動きは納得できない。できれば局長自身の口から説明をお願いしたい。申し訳ないんですが、証言していただけますかな。検事局と警察局の行き違いと、このナイフについて。ああ、いいよ。もう全然問題ないからさ、ほんと。このナイフは特別なものなんだけど、この場じゃ言えないのよ。
ナイフと忠月ちゃんを結びつける証拠でもあれば別だけどさ。あの日ね、うちも大変だったわね。正直捜査どころじゃなくて警察局で捜査官が殺されちゃって、もうシャレにならないよね。犯行時間これが5時15分。偶然って怖いね、ほんと。今んとこ公式には検事局の事件との関係ないから詳しく言えないの。捜査官もなくなっちゃった。正しき捜査官じゃないのこれ。捜査官正しき捜査官だよな。別だから関係なくない別に。警察局内で捜査官が殺害されたですと。これね、内緒よ長さん。まだね、発表してないからさ。待っていただきたい。5時15分といえば、検事局で正しき捜査官が殺害された時刻ではないか。確かにね。静粛に。とにかくね、うち警察局も今大混乱でさ、極秘捜査の真っ最中なわけ。あ、みんなも喋らないでね。警察局の事情は分かりました。いかがですかな、弁護人。検事局と警察局2人の捜査官が同時刻に殺害された。不自然ですよね、ものすごく。弁護側は尋問の権利を主張します。わかりました。ただし2つの事件が無関係である限り、余計な質問は認めません。うん、でもあれでんじゃん、結びつける証拠でさ、これでいいんじゃないの。いやでもなんか聞きたくない、揺さぶる。ダメージ食らうかな。特別ですか。ちょっとね、他じゃね、手に入らないナイフなの、これが。その秘密はこの小さなタグですか。いやーごめん、なるほどじゃん。言えないのよ、さすがにそれは。しかし、正しき捜査官の胸には、このナイフが刺さっていたはず。なぜ現場にもう一本ナイフがあったのか。確かに謎ですな。謎とまむらね。いやもうここを突きつけるしかないけど、まあ、とりあえず一旦さ、全部揺さぶってみようぜ。あの日警察局でも事件が。お、いいねその目、興味津々みたいな。事件、私は聞いていないが。聞いていないね。聞く気がなかったんじゃない。ともえちゃんの事件で頭がいっぱい。まあわかるけど、一体何があったんですか、あの日警察局では。で、一応質問しても大丈夫くさいな、揺さぶるしても。警察局でも捜査官が殺害されたというのですか。そうなんだよ。これがさ、びっくりでしょ、長さん。言葉もありません。それで、犯人は、目星はついたんだろうか。まあね、容疑者はさ、逮捕したのよ、さっき。逮捕した？ずいぶん素早いな。でもさ、謎が多くて、なるほどちゃん手伝ってくれる？それにはデータが必要ですけどね。お、いいね。かっこよかったね、今の。じゃ、ご褒美、一つだけ教えてあげようか。何がいい？教えてくれんの？死亡時刻は知ってるからな。発見場所聞こえよ。警察局の被害者はどこで見つかったんですか？死体の発見はともかくさ。事件があったのはね、警察局の証拠保管室だよ。証拠保管室？ま、なるほどちゃん、どうせ知らないでしょ、保管室。確かに聞いたことないです。今はまだ。保管室のことを分かったらもう一度聞いてみるか。現場よりね、もっと不思議なことがあるのよ、実はさ。おい、調子悪い声が。やべえ、ごめん。咳払い多くてごめんわ。5時15分。それって、検事局で正しき捜査官が殺害された時刻じゃないですか。なんですって。そうなんだよね。
建築部の殺人事件とうちの殺人事件、全く同じ時刻に起こったわけ。そんな偶然があり得るのか。確率 0.001% です、私の勘では。ガントさん、もっと詳しく聞かせてください。今のところ公式には検事局の事件と関係ないから詳しく言えないの。関係ないかどうかはわからないじゃないですか。でもさ、僕もほら局長だから警察局の。適当に喋れないの分かってよ。なるほどじゃん。分かってあげるように。なるほどじゃん。やめて、関係あり当時立証されればいいんだけどね。地下駐車場の事件と警察局の事件を結びつけるような何か、共通の何かを見つけてからもう一度聞いてみよう。だからあれでしょ。分かってるけど一応聞いたんだよ。これね、行きましょう。これを見てください。局長、ちょっと待ってください。お、来たね。早速弁護士名物、異議あり。このナイフ、正しき捜査官と何か関係があるはずです。どういうことですか。お、来たね。これまた早速裁判長名物、どういうことですか。このナイフ、タグがついてます。SL9。 それがどうかしましたか。その一方でここに被害者が身につけていたメモがあります。ひっくり返せば SL9 だもんな。これが何か。 6-7S、 12月2日ですかな。裁判長、逆なんですよ。逆。メモ用紙に名前が印刷されているため正しいように見えますが、しかし被害者はおそらくこう書いたのです。はあはあはあ。これ2月だっけ。あ、2月じゃん。メモを書いた時、たまたま業種が額を向いていたんでしょう。 SL9、ナイフオタクの文字と完全に一致します。静粛に、いかがですか局長。お、まあ、いいか。見抜かれちゃ仕方ないもんね。なるほどちゃん。え、ああ、余裕たっぷりだな。え、そういう感じ。保管室も情報ないもんな。保管室は、え、保管室なんだ。なんかよく調べてみる必要があるかみたいな言ってたんだよな。これ見たよな。これ見たから、なんかよく調べてみた方がいいなっつってたんだよな。なるほど。あれ、これ見たしな。前回見たやつは微妙だよな。もう一回一通り聞いてみるか。じゃあ、ああ、盗まれた。ああ、とか、これ、あれか、別の話進んでんのか、これで。このさっきの俺の突きつけたおかげで。盗まれた、このナイフがですか。どうもね、事件当日のことだったみたいだけど。証拠品ということは、もしかして凶器だろうか。そう、さすが、みつるぎちゃん、凶器だったのよ、これ。もう、とっくの昔に解決された事件のね。事件途中盗み出された証拠品のナイフが、殺人現場の車の排気パイプから発見された。無関係とは考えられないですよね。あの日ね、うちも大変だった。はい。あの日、警察局でも事件が。これは違うな。
これ関係ないな。変わってないわ。どっか変わってんのかな。うん、これも見たね。違うな。あ、これか。でもこれさ、別に、まあまあ一応でも何回も消えるんだったら聞くか。一つだけじゃないけどな、結局。一体その捜査官はどうやって。ああ、殺害方法ってやつ？これがね、面白いんだけど。刺殺なの？ナイフでズブリって。ナイフ？正しき捜査官とは全く同じではないか。なんか盛り上がってきたね。でも、それだけじゃないんだよね、同じなの。どういうことですか？死因以外にも共通のことがあるわけ、二つの事件。どうやらもう一度揺さぶる必要があるな。これどういうことだ、もう一度ってこれ。毎回毎回同じくだりすんの面白いな。どういうことよ。ゲームすぎんよ。これもいたもんな。どっかで聞いたことあるぞ。証拠関数、確かさっきの証言で、盗まれたって言ってたよね。どうやら二つの事件は繋がった。兵藤さん嬉しそうですね。まあね、これで、攻撃の突破口が開くからね。二つの事件の関係は証明されて状況は変わった。つまり、なんだお前、なんだガントだっけ？ガント局長に詳しい証言をさせることができる。これいいのかな、局長。すでに二つの事件の関係は証明されている。弁護側はそう考えます。へえ、面白いね、それ。聞かせてよ、なるほどちゃん。聞かせてくれますかな、弁護人。ただいまの証言で二つの事件に共通の場所が浮上しました。地下駐車場で発見されたナイフは証拠保管室から盗まれました。しかもタグの文字は被害者のメモと一致している。そして警察局側の事件の被害者である捜査官はその証拠を監視で殺害されました。確かに偶然とは考えにくいですな。こいつなんかやたら無の時間があんだよな。やっぱりいいコンビだね。うちの部下が2日かけて探り出したこと、もう見抜いちゃった。局長、警察局で殺害された捜査官のデータを提出していただきたい。でもね、面倒なんだな。何しろ公式な発表がまだでしょ。そこを一つ非公式でお願いできませんか？まあ、いっか、非公式なら。なんだ、いいのかよ。意外にそんなもんですよね。何これ、ちょっとずつ言ってばいいのかな、言えば、揺さぶれば。どうせなら全部吐き出しちゃってくださいよ。いやね、データを提出するには、それなりの手続きがあるの。仕方ないな、何か聞いてみるか。でも ID ナンバーとかもう正しくじゃない、ほぼ。それじゃあ被害者の担当部署は。ああ、そう来るか。そう来たわけだ。刑事部捜査第1回。まあ、殺人事件担当の刑事さんね。ID ナンバー聞けばよかったかな。殺人というと、糸の子刑事と一緒だな。ちなみに地下駐車場で殺害された正しき捜査官も一緒です。殺
殺人課の刑事さんの連続殺人事件ってことなのかな。連続というか同時ですね、科学的に言うなら。次の被害者は糸の子刑事じゃないだろうな。5時15分、2人の捜査官が同時に殺害された。検事局と警察局、偶然とは考えにくい。いや違う、あれなんじゃないの、警察局で起こった事件をさ、検事局になすりつけたんじゃないの、普通に。多分そういうことでしょう。それにこのナイフどうしてあんなところに。鍵を握ってる証拠だ。よく調べる人聞いたなあ。あそこ終わった、あれだ、終わった後の会話だわ。聞いたなあと思ったら、これ終わった後の会話になっちゃってたわ。ID 聞こうぜ。これでも確定でしょう。せっかくですから被害者の ID ナンバーを。構わないけど番号だけじゃわからないよ、誰だか。そうだと思いますけど、名前が聞けないわけですから。ナンバーは警察局の秘密だから、機密だからバレる恐れもないしか。番号はね、これ絶対正しくて一緒でしょ。5842189。おい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 、ほう、それはまたなんというか長いですな。覚えられなくてさ、ほんと参っちゃうよね。82、覚えられません。5だろ最初は。人を刻めから間違ってるよ。いかがですか弁護人、何か心当たりはありますかな。ID ナンバーは5842189。あり、正しきじゃん。もう正しきしかいないもん。あります、と思います。何ですかそれ。おそらく間違いない。しかし一体これってどういうことなんだろう。多分さ、ミスリギとかさのこと気に入ってないんだったらさ、検事局になんかこう罪を課せてやろうみたいなとこあんじゃないの、警察側の。殺害された捜査官の ID ナンバー、心当たりとは一体何ですかな。これしかないっすよ証人。何ですか、なるほど君。その先輩を校舎裏に呼び出した女学生のような微笑みは。いや、その頭がこんがらがってしまって。いつものことだろう弁護人。え、ぶちまけてみることだ、いつものようにな。ぶちまけたじゃん、ぶちまけたじゃん。実は僕もここに一つ ID を持っているんです。ほほう、あなたのですか。いやいやいや、僕こう見えても弁護士ですから。正しき道を捜査官、被害者の ID です。ダメだよね、ロドちゃん、被害捜査官の ID 極秘情報なのに。正しき捜査官の ID ナンバーは5842189です。で、それがどうかしましたか。覚えてないから。え、あれ、確か先ほど局長が証言された番号は82。覚えていません、一桁目から間違ってるよ。局長が証言したナンバーは5842189です。待て、なるほど、一体これは。そうなんです、2つの ID ナンバーは完全に一致している。つまり警察局の証拠保管室で殺害された捜査官は正しき道を。いかがですかガント局長。いやー参っちゃうな、もう。なるほどじゃん、鋭い。待ってください、正しき道を捜査官は5時15分、検事局の地下駐車場で殺害されたのではないですか。しかしその一方で正しき道を捜査官は同時刻に警察局の証拠保管室で殺害されているのです。バカな、ありえぬ。つまりこういうことか。
同日同時刻同一人物が全く違う場所で殺害された。いや証拠変えられてんじゃないの、なんか検事局なんか捏造の証拠がなすりつけられてるでしょ。なぜ、一体なぜそんな重要な情報が私の耳に届いていないのだ。いくら極秘捜査とはいえ私は担当検事ではないか。ちょっとさ、待ってよ、みつるぎちゃん、きついな。裁判長、これは警察局側の重大な過失だからさ、待てと言ってるんだよ僕は。あれ聞こえなかった？重大な過失ね。それはね、みつるぎ剣士、君の方なんだよ。なんだと、私報告はね、ちゃんと行ってるんだよ。昨日原場井巡査が君のところへ直接ね。あ、そうだ、聞かなかったもんね。誰だお前は、みたいな。原場井巡査。なるほどさ、なんか聞いたことあるような名前。すいません、みつるぎ剣士って人いらっしゃるではありますか。本官、警察局長のお使いで本官、報告書を持ってきたであります。まさか、あれが。君さ、報告書を受け取らなかったそうだね。信じられないな、ほんと。しかし、あの巡査ははっきり言った。報告書は宝月巴の事件とは関係ないと。警察局証拠保管室にて捜査官正しき道夫が殺害される。三つ類検事、被害者の名前はね、ちゃんと書かれていたんだよ。あの巡査はなぜそれを言わなかったんだ。正直そこまで頭が回るようには見えませんでしたね。とにかくこれは重大な過失だよ、三つ類検事。しかし、その報告書を今朝法廷に証拠品として提出できたはずだ。そうすれば私は。喧嘩すんなよ。どっちも悪いわ。この無の字が何こいつの。ダメ、みつるぎちゃん。そうはいかないんだな。だと。法廷における証拠法の二大原則二つ目は何だっけ。何ですか、なるほどさん。え、それはもちろん。さらに、未登録の証拠の提示には審議中の事件との関連性が必要。それが何だというのだ。法廷で扱う証拠品は検察側が開廷前にリストを提出するでしょ。いや、イントネーションおかしかったな。この報告書、そのリストに登録されていなかったわけ。つまりどういうことなんですかな。この報告書、審議中に関連性が立証されない限り提出できなかったのよ。ああ。関連性の立証はたった今なるほどちゃんがしてくれたわけ。ありがとね、なるほどちゃん。え、あ、その僕当然のことをした。みつるぎめちゃくちゃポンコツじゃんお前。もうやめてよ、ポンコツさらけ出すなよお前。とやら本日の審理はここまでのようですな。困るんだよねみつるぎちゃんさ、難しい時期なんだから。去年被告次に立ったばっかりだし、他にも噂は聞いてるよ。この度の失態心からお詫びする。みつるぎ検事、どうか一日時間をいただけないだろうか。事実関係を究明したい。全力を挙げて。そうしてもらいたいもんだね、ほんとさ。申し訳ない、この通りだ。次、検事さん、かわいそう。今回のミスは法廷史上に残る、まさに前代未聞です。
検察側の申し入れ通り一日だけ待ちましょう。よろしいですね、ミスリギ検事。感謝する裁判長。今回の件であなたに決定的な処置が下されないよう祈ります。それでは本日はこれにて閉廷。どうしよっかな、キリ悪いな。キリ悪くはねえんだけどちょっとじゃあこれ家にしてちょっと覗いて終わるか。あのなるほどさん、それで結局どうなっちゃってるんですか。私なんだか混乱しちゃって。それはそのちょっと整理してみよう。被害者は正しき道を捜査官、21日の午後5時過ぎに視察。殺害現場は検事局の地下駐車場および警察局の保管室と。何ですか、お呼びって。警察局と検事局車で30分は離れてますけど。それをこれから調べるんだよ、調べてわかるものなら。よし頑張るぞ。やる気なのは嬉しいけど調査の役には立たないような。それはどうかな、なるほどさん。ちょっとこれから付き合ってもらえますか。このメガネが伊達じゃないことを見せる時が来ましたね。さあ行きましょう、いざ科学の道を。これ急に来る MVP、 まさか。いやでもここで一旦切るわごめん。じゃあ、あざした。